ごめんな、ごめんな。はい。はい、皆さん元気ですかな？え？元気？あ、元気だったら、はい、こんにちは。はい、せい、こんにちは。せい。はい、こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。止めて。もう足も乗っとったね。はい、参ろ参ろ。せい、こんにちは。自己紹介じゃ。自己紹介。あ、我々はですね、終わりの秋野でございます。はい、我々終わり秋野大輔さんと平さんで2人合わせてスケベーです。意味合いがちょっと意味合いがね、ちょっとね、あんまり、あ、こんな感じでやっております。はい、ということでですね、はい、ということで、今日なんかたくさんいらっしゃってるわけで、なんかあるの、今日今日なんかある、何ある、なんかある、なんかある、なんもない、なんもない、なんもないです。なんかテレ屋さんみたい。前の、ね、今日何しに来たんですか。なんもない。観光です。あ、観光、どこからおいでですか。あ、石川県。石川花100万だそうです。石川県って言ったらもう金箔のね、あの全国の生産量で有名な場所ですからね。そうじゃな。そう、ということでですね、今日景気づけに、あ、今からなんかあるみたいだから、勝ち時ってのをやろうかなと思って、ね、これで帰っちゃう人もいるから。そうじゃな。いくぞ、帰っときゃー。それ、えいえい、おーえいえい、おーえいえい、おええ感じ。うん。やっぱ武将隊の皆様ほどはいけないですね。そうじゃな。あ、もう、うん、そうじゃな。くせ者？ぬしか！くせ者め！おら！ちょっと待て！ちょっと！待て！あ、で、それ。あ、あ、待て！な、なんなことやったら我々が忍者とバレてしまうじゃろうが！大丈夫じゃろ。大丈夫か。こんだけじゃん。こんだけじゃん。こうやってやっただけじゃろ。もう帰ろ。じゃじゃ、あ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 、すけさん。あ。マイク入っとるわ。ああ。バレてしまっては仕方がない。正体を明かそう。我ら、忍者なり。忍者とは、黒装束にて生活するにあらず。町人、小武装など変装を巧みに操る。これ、七宝での術なり。Ninjas don't always dress in their distinctive black costume. Sometimes they're merchants, sometimes they're traveling priests, they're masters of disguise. This quick change technique is known as 七宝で or seven disguise of ninjas. 戦乱の陰に忍ぶ者は、その技、十地を超え、徳川を260年の繁栄へと導く。The superhuman skills of ninjas made possible the glorious 260 reign of the Tokugawa shogunate. Ninjas worked behind battle scenes as shadows. 苦難大きい時代を耐え忍ぶ我らのもとへ、今、蘇る。Life can be tough even today. It's time for us to come back alive. 人は彼らをこう呼ぶ。ハットリ半蔵忍者隊と。We are called ハットリ半蔵 and the ninjas! Thank you.
これが徳川家康と白衣半蔵忍者隊かかり水産ハー We are 白衣半蔵 and the ninjas。 神君伊賀越本能寺の変にて織田信長殿を討った明智軍わしを狙っておった。わしは九死に一生を得るべく山賊たちが横行する伊賀を越える決意をいたした。そうでございましたな。安蔵、お主とお主の忍者たちの助けがなければ命を落としておったであろう。感謝いたすぞ。ありがたく幸せ。じゃが、こたびも難儀な戦をいたしておる。草とは。いいよ。この世、民は苦しんでおる。懸命に生きておる。あの頃のわしのように、お主たち、忍者の助けが必要じゃ。来ない！息が進め、知性に紛れる、そなたらの中にも潜んでおる。苦しい時を影から伝えるために皆が笑っていられるように我ら、ハットリハットを忍者隊、ホソリ水産。それがし、鍵爪の白露、助の神。随分参る。は、私、くのいち。随分と申しまする。なんで。は、拙者、伊達政宗でございまする。
これあんまり受けないやつ。拙者道家の三平じゃあんま受けないやつ。拍手やな。あんま受けないやつでございます。月影。は、拙者空飛びの月影でございます。よろしくお願いします。軽々じゃな。そして最後は、いぶき。あ、忍者の才能とは、持っている術の数じゃねえ。諦めねえと根性だ。炎のいぶきさ。一番拍手が多いではないか。ありがとうございます。そして鼻息が凄まじいものがおる。気をつけよう。これわしのようです。大体月影が拙者らしいんだな。拙者かと思った。さあこのようにな、我ら徳川家康と服部半蔵忍者隊愛知県をな代表するとある活動をいたしておるな。この辺りをでは助之進説明をいたせ。は、我々はこの愛知県が推し進める武将観光をさらに盛り上げるべく結成された服部半蔵様、そしてその主様でございます徳川家康様、そして他5名の忍者たちで結成された観光 PR 隊、公式の隊でございます。我々の使命は県内のみならず県外、そして世界へ羽ばたきこの忍者の文化、そして武将の文化を地球全土全国よいぞよいぞ。もう聞けないもん。すごい。地球全体に広げていくことでございます。わからんじゃろ、いつ拍手していいかわからんじゃろ、俺たちも。これがな、忍びの術の一つじゃ。つい先ほども、大村県知事殿にもあったがな、ああ、かの御仁のもとにまだ鼻息がすごいものがおるな。日陰じゃな。意外に睡蓮殿とか。違いますね。さようか。まあ、といったところでの、ああ、かの御仁を筆頭に我らは活動いたしておるんじゃが、異国の遠征も多いわけじゃな。さようでございます。さような話をいたしてみるか。よろしいのですか。よいぞ。わしはちいとここで座って聞いておろう。ここは伊吹からが適任かと思われます。では伊吹参る。ありがとうございます。ですが、3月16日から3月22日までドイツに行って参りました。いやー、だから顔は濃いんじゃな。なんでじゃ。食べ物のせいとかじゃない。そこでな。1週間弱で放ったかな。見てきちゃったんじゃな、だろうな。そうじゃな。ドイツ遠征でですな、うん、ライプチヒというところで、ライプチヒブックフェアといって、うん、漫画の、そしてアニメのフェアに、我らナルトが終わったということで、スケノシンとワシとスイレン殿で、服部半蔵忍者隊として、ゲストとして、出陣してまいりました。なるほど。今、全世界では忍者といえばな、いろいろなところで知るものが多いんじゃが、今若者たちはナルトというな漫画の作品から知るものが多いようじゃな。その原作の終了とともにそのような祭りがあったということじゃな。さようでございます。このライプチヒという町はですね、印刷の町として有名なドイツの町でございます。言って、もともと本の出版などで有名になったこのライプチヒブックフェアが漫画などの文化、そしてコスプレイヤーの文化などなど取り込み、さらに大きくなったというわけでございます。さようか、さようか。ちなみに今一度申すと、ドイツ遠征に出かけたものよ、前に出よ。1,2,3,4,4人ということだな。そうですね。服部半蔵お主どうしたんじゃん。申し訳ない。行ってない行ってない。日陰も行ってないんじゃろ、お主。いや、だから心は一緒でございました。そんだけくるくる回れるんだったら来てほしかった、逆に。そうじゃな。軽々だな。素晴らしいんじゃから、今はな、抑えたわけ。ということで、その3名で参ったということだな。ありがとうございます。総じて反応はいかがであったか。拍手喝采でございました。これこそな、愛知県の観光 PR なるな、発信になるでな。さようでございます。皆様、何やら英語での向上も準備したと聞いておりますが。誠か。いや、英語の向上はドイツ語で言いたせ。ドイツに行ったんじゃろ。さあ、一つだけでも、はっきり言える発音のものがございます。なんじゃ。アイヒュンヒュン。な、どういう意味なんだ。アイヒュンヒュン。パーフェクトヒューマン。アイヒュンヒュン。パーフェクトヒューマン、違うわ。ボケが混雑したんだじゃ、私たちは。まず、アイヒュンヒュンってどういう意味じゃ。リス。リス。なんでそれ覚えてきたんじゃねし。もう一つありまする。なんじゃ。皆様、洋菓子のバームクーヘンというものを知っております。ああ、知っとるぞ。ドイツのね。本物の発音というものを知っております。おお、聞かせてくれ。怒ったように発音するんでございます。バームクーヘン。びっくりするじゃん、日本でやったら。そうですなので、皆様、店員殿に頼むときは、バームクーヘン2つ。このように頼んで。すごい怒っとる感じする。きっと、店員の方が用意。店員の
ですって言われちゃう。皆様が見つかるという意識だってボケが混雑してるからお主は控えておれ。本当にお主の時間家康様がいてよかったやろな。もう少しでな面白いところまでたまに作ろうなんてございます。本当にだいぶ事故しておりますから。こうなって味方か敵かわからんそうですな。家康様なんとドイツ遠征にて、うん、英語の口上を練習したとさっき言ったよ。しかしながら、しかしながらなんじゃ前日前々日ぐらいに向こうの方からやっぱり日本語でやってもらえますかみたいな練習して鍛錬を積んだにもかかわらず故に当日日本語でやったらしいの。そうです。まことか片付かしにやったな。しかしながらそれはな鍛錬をいたしたということで披露せよ。おお。ありがたくしよう。これでも3名分あるのですがいかがいたしましょうか。3名分飛行ではない。おなかなかないの。いたそうとしていた順番でいたせ。かしこまりました。では3名前に出よう。参ります。よし。あ People are crying. We gather to help the people who do the right thing with the right mind. I'm White Wolf on the Crow. スケノシン。いやあ、かっこいい。お主は発音も良いしな、よくわかったぞ。ありがとうございます。おー、さようかさようか。そして続いてははでは、おお、おののいとるでない、お主。もう終わったみたいになってるけど、前に出て、すみません。出ておれ。ありがとうございます。よし、続いて、スイレン。は、では。Face, judge and live! Reach my arms to the sky of the lotus flower in the moon! I won't take one anyway! I'm Kunoichi of Lotus! スイレン。よー、ロータス。ちなみにロータスというのはな、ハスの花のことじゃな。水に浮かぶハスの花、スイレンということで。うずら隠れじゃな、隠れと。うずら隠れじゃな。やるつもりはなかったのに。なかなか良かったぞ、スイレンに大きな拍手を。さあ、続いて鳥を務めるのは、私、いぶきでございます。よーし、大きな拍手。よし、前に行くの、前に。Put my hand and soul into fighting and dancing. I'll do it. I'll surely handle it. My mind and body are fired with passion. I'm MMA on fire! Ibuki! なんでどんどんって入ったの？あんまぽぱいやったで、ちょっと危ない。なんて？3ペアなんて？いや、だから言ってるの今。MMA on fire! I'm a fire! 向こう向いて言ってもらう。これは炎の男という意味じゃな。A man of fire! じゃな。おー、さようであるか。3人とも大義である。さあ、その他にな、異国遠征は続いておったな。他には香港。うん。そして、上海にも行ったな。香港に行ったものは前に出よ。1、2、3。そしてわし、徳川家康じゃな。うん。山ちゃんも大盛況でやったな。さようでございます。半蔵、何か申せ、感想を。いやいや、わしは徳川家康様とご一緒できて光栄でございます。ここで媚び恨んでもよいな。もう6は十分に与えてあるじゃろ。感想を、彼の地に行った時の感想を申せ。まだまだの忍びの者、忍者の知名度はそんなには感じなかったんですが、これからどんどん我々広めていきたいとしかと思いましたな。以上でございます。わかりやすい。優しすぎるじゃろ、客の者たち。もう少しもっとこうグッとくるものが欲しいと思うぞ。その時にお主は服部半蔵と言って、半蔵の名前を知っとる者たちおったな、若い者の中では。はそういった時に知らん者も多かったけど、知っておってくれる者たちも少なくからずおったと。その時にはどう思った？いや、日本の文化に誇りを持ちました、うん。以上でございます。短め。わしの質問のが長いではないか。よいぞよいぞ。ありがとうございます。陰に生きた男だでな、半蔵。わしはうん。さあ、そしてほんで半蔵、さっきから気になるんじゃがな、わしの左足ちょくちょく踏んどるんだって。囚人の足踏むとはどういうことじゃ。お主2回は溜まっとったけど、3回目はもう言うぞ、わしとくがいいやつ。我慢の男も。忍び衆を代表して申し訳ございません。本当に土下座の仕方もあれぐらいせんと。大事だった。まあまあではないよ。まあまあではないよ。大事だった。ボケも薄いんだって、お主は。申し訳ございません。それも風量なんじゃ。もう何もかもなあ、何もかもいちいち可愛らしいわ、お主たちは。そして、スイレン、お主も出かけたな。彼女はどうであった？
匂いがきつかったでございます。いいこと言え、いいこと言え、いいこと言え。たまに毒吐くのでございます、この素直じゃから。そしてですね、そしてなんじゃ、そしてなんじゃ、緊張いたしました。そうじゃな、やはりな、異国の遠征というのはな、緊張するものなのじゃ。とにかくの、多くの者たちが期待を持って、そしてな、我らの発する一言一言聞こうとしてくれる。なゆえにな、我らも拙いバテレン語英語で伝えようとする、それをな、しっかと聞いてくれる者たちにとってはな、あ、特別な体験であってほしいと思うわけじゃな。かのドイツでもそうじゃしな、香港でもそうじゃしな、忍者というのはな、わし徳川家康のようにな、もののふ武士よりも忍者というのはな、現世に本当に生きていると思われとる。の、例えば映画の中を見てみるとな、映画の中では侍というのは昔の人たちなんじゃ。忍者というのは今の社会にまだ生きておる。ある国ではスパイでござったり、ある国では正義の味方であったり、いろんな形にてまだ存在するということでな、服部半蔵はその忍者隊を率いとる、まあ現世で言えばリーダーということで非常に尊敬をされとるな。そういったものに、そういった反動に従っとるお主たちにとってもな、ありがたいことじゃろ。さようでございます。ああ、さあ、そして最後に上海遠征に行ったものよ、前に出よ。あ、1、2、3人、そしてわし徳川家康であったな。三平や、はかの地ではどのような反応であったかの、我々忍者隊に。そうですな、まあ我々の言葉が、うん、まあ通じておらぬなと感じたのですが、ほうほう、それでも笑顔で見てくださる方が多く、うん、やはりですね、まあ英語は共通語と言いまするが、うんうん、やはり笑顔が、まあ、世界の共通語ではないのかなとわしは改めて思いましたゆえに、うん、誠に幸せな気分になった上海遠征でございました。そうじゃな、このものすごいんじゃぞ。最初の冒頭のな1、2分な、このもの一人でみんなを笑わせてな、忍者隊の説明して、それで、あ、忍者とバレてしまってはしょうがないというあのくだりを一人でやったんだで。しかもみんな理解してくれての、そうですな、誠に大反響なあ。半蔵差し置いてこのもの一番人気じゃん。すまんな、すまんな、すまんな。いやいや、それがわしの役に鍛えてもらっていい。いや、それがお主の役目ではないじゃん。半蔵さん、大きく出たな。誰か鍛えてもらっていいですか。はい、すいません、申し訳ございません。いちいちなんじゃお主たちは本当に。まあしかしながらな、こういった忍びというのはな、陰で努力することが得意なんじゃな。ゆえにお主たちが知らんところでのいろんな動きをいたしとるな。観光 PR であってものを我らは地下街に発信してな、そういうところでやるのはな、なかなか良いぞ。今までのボケの中で一番わかりやすいわ。ありがとうございます。客人たちがクスクス笑う、それにわしが気づく、突っ込む、良いではないか。ようやく形として成立したな。まあといったところでな、2月22日にはな、忍忍の日ということで忍者の日であったな。そういったところもな、あ、我らは発信いたして忍者元年と愛知県は呼んでおるのじゃな。こたびであるがゆえにこの忍者元年、そのことについても含め、服部半蔵から最後言葉をもらうかの、稲の衆いかがじゃ。ありがとうございます。うん、拙者が感じたのはやはり忍者というのは日本のもうキラーコンテンツで、これからも成長する分野だと感じました。これをオールジャパンで皆で盛り上げて、来たる東京オリンピックも、横文字多いなお主。キラーコンテンツとかオリンピックとか、現世に寄り添った形なんじゃな。は、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。オールジャパンで、そっから横文字、横文字かな。うん、よいぞ。現世の者たちはその方が分かりやすいの。うん、もうわしらも忍び、皆もすでに忍びの一員でございます。はじめま、いろいろありましたが、待て待て、そこ説明してくれ。どういう意味、ちょっと期間流れとるで。ちょくちょくでも引きつけられてる感じしまする、安藤様に。ああ、わしづかみされとるな、気持ちよな。うん、いう、あの、まあ、半蔵様が言いたいのは、皆も忍びや侍の血を引いておると。そういうことじゃな。大義じゃった。最後にわしから一言。それを聞いとるのじゃ。いいはじめは、うん、いろいろありましたが、皆本当に支えてくれて誠にありがとう。
そして観光 PR 隊としては異色の我々ザッタが受け入れてください。誠にありがとうございます。皆の愛しかと受け取ったぞ。以上でございます。素晴らしい。ああ、涙をこらえる半蔵の姿美しい。そしてどこか面白い。黒い涙が流れてる。良いではないか。実はな、我ら徳川家康と服部半蔵忍者隊、この者がな、感極まるのも仕方がない。今期は実はな、本日にてしまいなのじゃ。なあ、しかしながらこの忍者隊は続く。そしてな、世界に大きく打って出る。来年にな、こたびこのように主たちが集まってくれたのはな、非常に素晴らしいことなのじゃ。我らをな、ぐっと背中を押してくれる、後押ししてくれる、そういったな、声援を受けて、我ら徳川家康と服部半蔵忍者隊はな、少しずつ形は変わる。がしかし、思いは一つに変わらずやってまいるがよいな。今後ともな、ぜひともよろしゅうお頼み申す。ということでな、この者たちがな、最後にな、特別に何か見せてくれるそうじゃ。わしは後ろから眺めておってもよいか。お主たちの勇姿、最後までしかと刮目いたそう。わしの勝ち。連携が取れておらんですな。かぶった。さあでは、みなしもしかと見届けよ。半蔵、参れ。また会おう。さらばじゃー。